はい、こんにちは。 YouTube 始まゆるっと商品紹介 YouTube 始まりました、はい、よろしくお願いします。はい、時が止まった。はい、何回目かのタイトルコールを、はい、今日何回目か、あえてあ、フレッシュな気持ちでね。あ、そうです、あ、そうです、そうです、フレッシュな気持ちでね、お届けしようと。はい、あ、何回やっても忘れます。すいません、今何してたっけって思うんです。なるね、なるなる、ごめんなさい。それがゆるっと商品紹介ですから。はい、ごめんなさい、はいはい、今日ははい、リクエストまたまたいただきました、はい、ありがとうございます。この間、椅子を紹介した時にいただきました、うん、PP58 と68のことなんですけれども、うんうん、H1T0M1130122243、 ありがとうございます。はい、全てのデザインに意味があることが分かりました。 PP68 と PP58 のおすすめのカラー、針地の組み合わせがあれば教えてほしいです。確かにいっぱいありますよ。分からなかったんだと思います、多分、ね、これが、うん、いいのか。はい、いきましょう。はい、おすすめ、ちなみに西井さん、逆にどう？私はもうなんかいろいろあるんだなと思った結果、うんうん、もう何にせよ多くでいいんじゃないかっていう、そんな考えなくなっちゃいました。だってどのメーカーも どの種類も多く絶対出すじゃないですか、うん、多くはもう間違いないね、絶対出すから、もう多く鉄板なんじゃないかなと思って、うん、しかも経年変化するから一度で二度美味しいのかなと思って、うん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 、で木目もまあまあ出るし、綺麗だね。そうそう、綺麗な木目でし、うん、確かに。もう迷わない、もう多くにするっていう感じです。うん、ということです。社長。いやいや、でもそれは本当にそうだと思う。で、これをちょっと言っといた方がいいのかも。なんで北欧、うん、っていうか、まあ、特にデンマーク、はい、デンマークってなんで多くが多いか。あ、うん、家具が？家具。うーん、要はオーク材、まあオーク材だけじゃないですけどね、はい、オーク材の家具ってやっぱ多いじゃないですか。うん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 、あ、理由がありますか。そう、はい、これなんでかっていうと、実はデンマークで、もともデンマークも海に囲まれてる国なんですよ、うん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 、デンマークの地理的、はい、コペンハーゲンがあるところなんて、はい、島ですからね。大陸続きじゃないんですよ。ちっちゃかったね。ちっちゃいよ、こんな、うん、で、下にドイツがあるんだけど、はい、ドイツとつながってるのはこのこっち側ね、ユトランドっていう半島があって、そこがドイツとつながってる、うん、でコペンハーゲンは実はがある島は、もう本当に島なんですよ。でっかいけどね、もちろんでっかいけど島なんですよ、独立してて、うん、だから首都が海に囲まれてるから、うん、そうだから、何が盛んだったかっていうと、もともとだってデンマークといえば、うん、何を思い出しますか。ムーミン？あ、違う違う、それフィンランドね、隣か、隣でもない、うん、レゴ？レゴ、レゴ、正解、正解、いいですね。どんどん、どんどん、どんどんちょうだい。どんどん、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 魚。魚、まあ、あ、そうね。まあ、どっちかというとノルウェーのサーモンとかが有名ですよね。はい、もう出ない。もう出ない？もう出ない。え？本当？いや、もう、茂道とありますよ。絶対に出てくるっていうか、絶対に見たことあるよ。デンマーク。デンマーク。もう、めっちゃ昔よ。バイキング。ああ、そう。バイキング？バイキングですよ。海賊？あ、デンマークといえばバイキングなんですか？デンマークはバイキングの子孫ですから。バイキング一家？子孫ってどういう？海賊ばっかりが行ったとこですか？そう。あ、そうなんですか？海賊のが、まあ海賊っていうか、まあ海賊か。海賊が、その、だってイギリスまで制覇してたんですよ。一時。だからデンマークって、じゃあ彼らは何が一番強みだったかっていうと、その、船を作る技術とか、うん、そう、操船技術がないと、だって海を渡ってイギリスまで行けないじゃないですか。そう。で、結局何をやってたかっていうと、船作りとか、その、
海軍のために使う、木材が必要だったわけですよ。で今つながりました、あのヴィンテージがなんでチークが多いんかが、そうチーク材船に使われてたって話で なんとなく船って受け入れてたけど、うん、船にも深い意味があったんです。あったの、なるほど、チーク材取れないけどな、うん、まああれはまあね、やっぱ家具としての高級材として、うん、あの非常に優れているところからやっぱりね重宝されてるし、うん、で多くも結構硬い木なんですよ、うん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 、でやっぱそういうところからスタートしていって、デンマークにはオーク材が結構たくさん取れる、うん、良質なオーク材が取れるっていうところが背景にあるんですよ。うん、そうじゃなかったらだって作れないじゃないですか、うんうんうん、逆に言うと、うん、で、まあ、あれかな、あの例えばフィンランドとかで、まあ、言うとやっぱアルテックの家具がなんとなくこう思い浮かぶでしょ、うんうんうん、じゃあアルテックの家具ってなんでオーク材ないのって、はい、あ、はい、それはもともとアルテックが発祥のアルテックの発祥起源とするとやっぱり地元で取れる材料を使いましょう、うんうんうん、っていうことをベースにしてたから、フィンランドって森が白樺なんですよ、うん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 、白樺のイメージあるじゃないですか、こう白い白い線のと、そう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 、ヒューッとね、そう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 、はい、で白樺がまあバーチなんですよね、うんうん、でバーチをどうやって上手に使うかっていうところからスタートしてアルテックが生まれているように、やっぱりその土地で取れる材料っていうのは非常に重要だったんですよ。イコール得意分野というか、そうそうそうになる、発展するんですね。そう、はい、でだからそういうところでいくと、オーク、うん、デンマークの家具とオーク材っていうのはやっぱりすごく相性がいい、うんうん、っていうところ。じゃあ社長は、はいはい、うん、木はオーク、うん、木はオーク、木はオークでよろしいですか。うーん、いやいやありますよそれはね、まあ、チェリーのねこう深さとかね、いや別にチークが嫌いとかでもないし、うんうん、でもやっぱり選ぶ、なんとなくコーディネート的に組み合わせやすいのは、うん、結局やっぱ多くに落ち着くんですよね。色味が明るすぎたり暗すぎたりせずしない、ちょうど中間の、本当にちょうど中間、うん、で、今 ちなみにここにあるのは、うん、あ、これ、はい、質問、はい、もう分かるよね、はいはいはい、はい、大丈夫ですよ、もう、はい、もうイージーだよね、イージー、はい、イージービーチです、いいよ、イージービーチ、そう、はい、あ、どう、そうですか、そう正解ビーチです。だからビーチもまあ、割と育てやすくて、うん、家具としての、はい、家具としても耐久性を取ることがこう非常にしやすい、あと加工もしやすいんですよ、ビーチ、多くの方がまだちょっと硬くて、うん、ビーチになるとちょっと加工がしやすい、でも耐久性が悪いかっていうとそんなことは全くなくてっていう材料ですね。でちょっと白っぽい、そう、で、そう、はい、ビーチはちょっと白っぽいじゃないですか、うん、だからそのさっきのねコーディネートの話でいくと、うん、なんで多く選ぶかっていうと、その経年変化が楽しんだり全体のバランス感をちょっと明るめに設定したいなっていう時はビーチでいいなと思うんですよ。あ、はいはい、お好みで、そう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 、はい、けどやっぱり経年変化も含め、うん、コーディネートを どうしていくかっていうのがちょっと難しいというか決まりきれない時は、うん、そういう時はやっぱり多くを選んでおくとどっちにも触れるんで、うんうん、今後の変化に対応できますね。なので、まあ、多くをおすすめしていることが多い。